私、日本共産党の倉林明子です。私のふるさとは福島、あのならぬものはならぬの会津です。山の中の貧しい農家に生まれ、目の悪い3人の兄弟と育ちました。兄弟のことがきっかけで看護師になろうと京都に来ました。2人の子供を育てながら11年間三交代勤務ができたのも看護師が大好きだったからです。19年前、たった一つの議席を争った府会議員補欠選挙で初当選させていただき、その後京都市会議員として働いてきました。弱い者いじめは許さない、これが私の信条です。皆さん、暮らしはいかがでしょうか。年金は下がり、医療も介護も切り捨てです。保育まで民間企業の儲け優先に変えようとしています。私、倉林明子は社会保障の切り捨ては許しません。京都で弱い者いじめと対決してきた私に、国会でこの仕事をやらせてください。働く者の懐が温まってこそ景気は良くなります。大企業が溜め込んだ内部留保のほんの一部を使えば賃上げは可能です。雇用を守り、中小企業を応援します。最低賃金を引き上げます。中小企業、農林漁業を生かした地域循環型の経済を作ってこそ京都の経済はよみがえります。今、消費税の増税などもってのほかです。消費税増税はストップ、はっきりと声を上げます。私、倉林明子に京都経済を良くしてほしい、この願いを託してください。橋本大阪市長の従軍慰安婦は必要だった、誰でもわかる、この発言に怒り心頭です。人間の尊厳を貶める、こうした人に市長の資格も政治を語る資格もありません。こんな発言は絶対に許さない、女性の代表として国会で働かせてください。維新の会やみんなの党と憲法を変えようと狙っているのが自民党です。憲法のすべての条項が尊重され生かされる政治の実現こそ目指すべきです。96条の改定も、その先にある9条の改悪も認めるわけにはいきません。丹後の自然と豊かな海は京都の宝です。その丹後に米軍基地を建設する計画が持ち上がっています。米軍基地はいらない、9条を守れ、願いをこぞって私、倉林明子にお寄せください。原発ゼロの願いを裏切ったのが自民党です。福島原発ではネズミ一匹で電気が止まり、汚染水が何度も漏れ出しています。いまだに事故の原因も分かっていません。それなのになぜ海外に原発の売り込みができるんでしょうか。原発は直ちにゼロ、この決断を行うべきです。私は大飯原発を直ちに止めて、高浜原発再稼働ノーの声を国会に届けます。放射能から子どもを守るために力を尽くします。京都府民の原発ゼロの願いを私、倉林明子に託してください。 TPP 参加に踏み出したのは民主党です。自民党は公約を破り交渉参加を決めました。 TPP 参加をやめさせて農業と医療、京都の地域経済を守ります。この仕事は私、倉林明子にやらせてください。総選挙で復活した自公政権が暴走を始めています。これまでいろんな政党が生まれては消えました。古い自民党政治と対決し、
抜本的な対案を示しているのが日本共産党です。比例代表で日本共産党を大きく伸ばしてください。定数2を争う京都選挙区では弱い者いじめときっぱり対決、ならぬものはならぬと頑張ります。私倉林明子を何としても国会に送ってください。日本共産党が伸びれば政治は変わります。ご支援よろしくお願いいたします。